ああ、風邪ひいちゃった。早く治さなくちゃ。てか、初めてこの病院来たけど、結構綺麗でいい雰囲気だな。羽鳥誠さん。あ、呼ばれた。はーい。次の患者さんは、小畑海人さん。予防接種か。よろしくお願いします。はーい。じゃあ早速腕出して。いや、なんで、何の説明もなしにいきなり注射。いやいや、そっちが注射されに来たんでしょ。誰も頼んでないんですけど。こういうのってまずは聴診器とかからじゃないんですか。聴診器なんてやらないよ。何言ってんの、早く腕出して。何この医者超怖い。これ注射じゃないとダメなんですか。飲み薬とかあるんじゃ。いや残念だけど錠剤はまだ開発されてないんだよ。絶対嘘じゃん。もうこれ注射一択みたいな流れじゃ。急に注射って言われても心の準備ができてないんだけど。待てよ、これもしかして俺患者さん間違えてる。絶対そうだよな。すいません、お名前の方お聞きしてもよろしいですか。あ、はい。山口様、受付までお越しください。ん、今なんて言った。やべ、ちょうど受付のお姉さんかっこ超タイプと声重なって全然聞き取れなかった。でも聞き返すのは失礼だし、確か山口とかなんとか。あ、山口誠さん、あった、これか。今日は手術か。はい、じゃあ麻酔しますね。いや、なんで？なんでって言われても。じゃあ先にメスの準備しますね。メス？なんで？なんでなんで？だったら注射の方がいいです。待って待って待って、これまた患者さん間違えてるわ。どれ？どうしよう、わかんない。あー、やばい、緊張したら急にお腹減ってきたな。朝から何も食べてないんだった。なんか食べてくればよかった。ん、どうかされましたか？あ、いえ、ちょっとお腹が。お腹？あー、ってことはこれか。腹痛の患者さん、中山レイナさんね。お腹の具合は今はどうですか？あ、恥ずかしながら結構お腹減ってますね。他に痛みとかは？痛みはないです。お腹減ってるだけです。空腹だけで病院来るなよ。なんか怒られたんですけど。他の患者さんも待ってるんだよ、この仮病野郎。帰れ。なんか追い出された。まったく。次の方、よろしくお願いします。中山レイナです。さっきのレイナは誰？ツイッターのフォローもよろしく。頭痛がひどいから病院探したけど、ここの病院しかやってないなんて。次の患者さんの症状は原因は不明なのですが、最近グロいものを見ると興奮したり、闇の力みたいなものが覚醒したりって、ただの中二病じゃねえか。まあでも患者さんだし、ちゃんと真剣に向き合わないとな。よろしくお願いします。症状の方は今どんな感じですか？なんかこう頭がガンガンうずくんですよね。なるほどね。右目とかもうずいちゃう感じですか？そうですね、目の奥の方からガンガンと。あー、こいつは結構重度の中二病っぽいな。じゃあ多分それはあれですね、邪気眼ですね。邪気眼？なんか急に中二臭いの来た。あなたの中の闇の力が覚醒してきてるんですよ。マジか、かっけー。至って普通のことです。あなたくらいの年齢の男の子ならよくあることですよ。よくあることなの？僕はこんなの初めて聞いたんですけど。まあ私も恥ずかしながら昔はメタモルフォーゼとか発動してましたし。メタモルフォーゼ？この医者何者？あなたなら大丈夫、いつかきっと世界を救えますよ、頑張って。なんかすんごい使命を課せられたんですけど。まあでも悪い気はしないな。なんかありがとうございました。疲れたな。はい、では次の方、よろしく。なんかまた中二病きたー。